音楽の話。あ、すみません。あ、そうか。食べ物の話はね、この、あれだよね。視聴率は落ちるもんね。でもなかなかノルウェーの行った話とか、ね、ノルウェーの人と、うん、こんな短い間に仕事した人って、周りにいないから、それはそれで、珍しいよね。うん。私はすごい興味ある話なんです。配信しますよ。あと、あの、ちなみに、あの、あれだよね。館内に、館内っていうか、中華街の真ん中にノルゲっていうノルウェー料理の店があったんですよ、ね。あ、そうなの？もうなんか、今もないのかな。なんかギリシャ料理とノルウェー料理が並んでて、どっちからなくなっちゃったんで。それ何食ったか忘れちゃったけど。サーモンとか美味しそうだけどね。あ、そうね。やっぱり。出て、あの、音楽の話ね。でも、サーモンで今思い出したけど、違うの。さっきゼソロタルの話したじゃない、うん、ゼソロタルの、あの、イアン・アンダーソンっていうあのフルートの人ね。うん、あの人、副業で、うん、あの、サーモン、あの、スモークサーモンのビジネスで、うん、ハローズとかに卸してる。へぇー。あ、そうだね。スコットランドで持ってるんですよ、ね。うん。そうなんだ。だから、ずいぶん前だけど、それは、うん、あの人は全然音楽やんなくても、それだけですごい、だよって。そうそうそう。ハローズのサーモン、スモークサーモンみたいにアンダーソンのかなと思う、うん、へぇ、そうなんだ、うん、そう、あれ、じゃあさ、コロナが明けたらまた呼び出すの、それとも、あ、呼ぶつもりだけどね、うん、わかん、どうなるかまだわかんないけど、そうだね、何もできないんだよ、今ね、ねえ、うん、ライブハウスとのつながりだってね、まあ、あるけど潰れちゃってる、そうそうそう、潰れるとこも出るだろうね、うん、いや、もうすでにだって、やめちゃったとこも何件かあるでしょ、うんうん、だいたい、まあ、またちょっと音楽から離れると岩波ホールがなくなる、うん、あ、そう、まあ、あれは結構ショックだし、もう相当古いですね、うん、だからあんなとこももうできなくなってきたね、うん、でもやっぱりみんな飢えてるからさ、やっぱり生演奏に勝るものはないからね、そうですよ、まあ、始まりゃみんな客、うん、始まって安全であれば客は戻るんじゃないの、うん、ただあの、そのライブ演奏っつっても、その日本で受けてるのはもう 90% J-POP と、あの、韓国か、だからそこに人が行くんだったら同じだから、あんまり変わんないね、うん、確かにな、日本のあの聴衆っていうのは洗脳されてるから、すでに、うん、だから、滅多なことでは変わらない。うん、でこれを脱線のするのはすごい大変ですよ。だそれでもやるかどうかが問題ね。大体そのお客さんの層っていうのは、そのコロナ前のまでだと、どのぐらいの年齢層とか。年齢まちまちですけど、うんうん、上は50代かな。え、うん、上は50代、うん、上は50代。意外と若いんですね。うん、もう年取った人は来ないですよ、ライブに。そうなんだ。それが現実。うん。だから60代の人は、うん、来ることは来るけど少ないね。だから、それはもう、何の音楽をやってるってんじゃなくて、とにかく、行かないんです、外に。もう外出しない。エリック・クラプトンなんて、じゃあすごい年齢層高い方なんですね。うん、あ、そういうのはもう珍しい。ね、珍しい。今度もう40以上しかいないみたいなもんね、うん、珍しいです。あ、か昔のアーティストはあれじゃない、だから日本で言えばさ、わかんないけど矢沢永吉とかサザンとかさ、そういうのは50代60代、まあそれから名前があるね、うん、名前が、うん、僕がやってるのは基本的に名前がないから、うん、そっかだから来ない、日本でその大ヒットしたとか、うん、そういうんじゃないから、そう大ヒットしたアーティストだったら50代60代、うん、いやせいぜいピーター・ハンリーぐらいだよピーターンで50代、うんうん、じゃあでも逆に若い人が来たりも、まあ、まあ、若い人っていうより30代40代でしょうね、うん、どんな人がそういう音楽をなんか、うん、初めての人が多いんじゃないですかね、うん、でも来てあの見てそのノルウェーのミュージシャンを見て、そう気に入ればリピーターみたいな感じでなる人もいるけど、ならない人もいるんだよな、うんうん、極めて難しい、そう難しいですね、うん、何人ぐらいの会場はキャパは狭いですよ、あの大きいところで100、うんうんうん、だから100以下ですよね、うん、50から100ぐらい、
まあ、30もあるよ、うん。まあでもそれで、まあそのペイできれば、ああできますよ。あれですよね、こ、うん、じんまり好きな、うん、いい感じでするとこでやるとすごくいい。そうですね。それからあのなんてリスクはある、うん、ゼロではない。だからリスクをどうするかが問題ですね、うん、で多分ノルウェーのアーティストってそれこそちょっと想像なんですけど、その超一流のホテルじゃなくちゃ嫌とかスイートルームじゃなくちゃ嫌とか多分そういう人っていないと思うんで、その経費はそんなに、ね、そんな経費かけらんないよね。じゃあもう温泉連れてやるってさ、うん、あの久我原のマスの湯あたりで、ね、いやだからそういう黒いから温泉だっつって庶民的なこととか、すごい日本来てもそれこそ高級ホテルにいてそのどこでも食べれるようなね、なんかフレンチとかいろいろ食べてるより絶対喜ぶと思うんですよ、久我原とかの久我原とか、そうだ、うん、だからそういうのでだったらそのぐらいのキャバでもペイできて、うん、まあそれにそっちがメインじゃないから、音楽がメインだから、うんうん、自分たちの音楽をちゃんと聴いてくれる、うん、聞いてくれる人が、うん、適当な場、適当っていうかいい場所でできればそれに越したことはない、うんね、うん、それ以上求めない、健全な感じですね、うん、すごく。俺らが知ってる箱とか使ってらっしゃるのかね。メープルでやったことも1回はあるかな。そうなんだ、うん、1回ある、うんうん、まあ、あんまりメープルあれだけど、あとはどこだろうな、キバ、うん、なってない、キバじゃない。いや、だからあのライブハウスの小さいところとしてはあの青山の月見ると、と、はから大観山の晴れたの、それが、はい、それに豆が入ってないからな。あとピットインはあったよね。ピットインはちょっと合ってる、よく使ってたね、うん、だからジャズっぽい箱も多いのかな、うん、ブルースアレーとかはないですか。ブルースアレーは1回やったことあるけど、あそこ高い。ビルボードとかはまたちょっと違う感じですか、ね、あ、違いますね、あそこは、うん、あ、ね、やるんだったら大体だしね、うん、彼らは自分たちでブッキングできるんですよ。だからその人に頼る必要ない。あ、ビルボードがね、うんうん、そうですよね、あのプロモーター兼箱っていうか、うん、ちなみに日本ビルボードの初代の社長だよな。ん、え、そうなんだ。ビルボードじゃない、あれなんだっけ、ビルボードの社長の名刺持ってたじゃん。ビルボードライブ、ビルボードライブの最初のプロジェクトをやる会社をやった、そうの社長って、ね、いやもう私なんて一番ビルボード行く回数が最近のあれだと多いかなっていうぐらい、あの、まあ、今ね、うん、なかなかね見たいバンドとか、うん、なんかビルボードはやっぱりその見たい人たちがやることが多いんで、ブルーノートはちょっと違うかな、うん、やっぱビル、圧倒的にビルボード、最近ブルーノート全然行ってないな。私もブルーノートは行ってない、行ってない、うん、あそこも自分でブッキングできるよ、うん、ああそうかそうか、だからブルーノートとかコットンクラブとかビルボードとかみんな、その代わりあれだよね、不幸にしてちょっと客が集まんない場合はさ、うん、あの集客しても安く見れたりとかするよね、コネがあるとね、一度でいいからそういうなんかすごいところでやってみたいね。まあやろうとはできるんじゃない、お客さんが来ないかもしれない。いや、もうそれはあれだよ、お客さん含みでさ、プロジェクト延長していくんで、いろいろやり方あるでしょ。でも本当、コロナ明けて、なんかあれして、それノルウェーのアーティスト見たいですね。面白いですよ、絶対、うんうん、あれ、クロコダイルは？ん？やってない。クロコダイルでね、定期的にやってるの、うん、でもあれだよね、あのこの2年間もブログは書き続けてるわけでしょ、うん、そうやってるけど、そのまあ内容は、うん、来ないやーってついてたから、うん、それなりに、うん、あのないそれなる内容だね、うん、でもまあ定期的な、あの、ある一定層のファンはいるわけじゃん、うん、それの見てる人たちは、うん、結構仲間内でね、定期的に年に2回ぐらい集まってね、外食やってたんだけどね、うん、あ、昔ね、うんうん、それもう3年ぐらい前よ。もっと前だよ。もう俺ぐらい前。もっとずっと前。その高校の時のお友達って今でも続いてるんですか、その当時のこうお二人以外の。当時の友達言うと、だから金子。だから金子と一緒にやってるバンドよく世話になっているんだ、うん、あの、さっきのヤギに聞くとか、う
月見る金剛毛とかは金子と一緒にやったから、うん、ずいぶん長い付き合いになりますね、うん、40年もっとか、だからそんなにしょっちゅう会ってるわけじゃないけどな、そうそうそう、うん、最近だったら3年、4年って1回とか5年に1回ぐらいちゃったけどね、じゃあ今日結構久しぶり、そうそう久しぶり、久しぶり、去年1回道ですれ違った、うん、そう道ですれ違った何 近所なんですだっけ、まあ、まあ、いろんなところに出没してるから あ、そうなんだこの間のキングズ行った？うん、行った。うん、よかった？評判はよかったっていうのか、うん、まああんまり良くないな。結構だからさ、あのネットに上がってるやつだとみんな感動したよ、昔の曲やってた。だからそういう感動の仕方は僕しないから。あ、そういうことなんだね。音楽しか聴いてないから、音楽的にはああと思うね。それはね、年取っちゃったなって感じ？違う違う、そうちょっとなんじゃなくて、音楽がこうなった。音楽はもう、いろいろ曲がってんだよね、一応なんか最後って言ってますよね、あれが、そうそうそう、エンゾンの、ね、最後の、うん、だから演奏は下手ではもちろんない、うんうん、でもやっぱり新しい方向性とかないっすね、うんうん、ドラム3台ですよね、うん、派手は派手なんだ、まあ派手っていうのかな、わかんない、俺は派手だと思わない、そういうこと、うん、もうちょっとその、どういうポイントがつまんなかったんだろう、あ、だから新しい方向性が何にもないよ、新曲ゼロ、うん、そしたらもう全然面白くない、あ、そう、うん、あ、で、インプロ、あ、そうか、だいたい決められたんだもんね、そうそう、もうレパートリーの中から何が出るかわかんないけど、でもレパートリーの中から出る、インプロビゼーションはあるの、あるある、そのインプロビゼーションはもう面白くないんだ、面白くない。だってそう、インプロビゼーション自体が枠の中はまってるもん、あ。何でも弾いていいんじゃないの。枠の中はまったインプロだから。うんうん、クリムゾーン、ちょっと迷っていかなかったんですけど。だからあれだったら CD 聴いてるのと一緒みたいな。まあね。DVD 見てるのと一緒みたいな感じになっちゃうけどね。まあ、うん、大多数の人はいいと思うというのはわかるけどね。再現性があるからね。うん、なんかあの一応その日によってやる曲がちょこっと変わったりとかね、変わります、ね、オーダーも変わるしね、うん、それでそれこそ、うん、その21世紀のあれをやったりやらなかったりで、うん、とかそういうことが話題になってたかなって、そうね、それが話題ですね、うん